味噌ポテトは埼玉県秩父地方の郷土料理で味噌などを使って甘辛く味付けしたじゃがいもの天ぷらである味噌ポテト味噌ポテト一口大の孵化したじゃがいもに小麦粉の衣をつけて揚げ味噌ダレをかけたものである農作業の合間等の感触として食される焼酎飯の一種とされる今日でも手軽に作ることができるおやつやおつまみとして食されることが多い 歴史については明確ではないが、1950年代頃から存在するという証言や、戦前から食されていたとする報道がある。元来は家庭で作られていたが、味噌ポテトを含めた小中半の普及活動が秩父で取り組まれ、その一環として店舗などで販売されるようになった。二千九年の第五回埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦に優勝し、 これを契機に知名度が向上した。北、関東を証券としていたコンビニエンスストアの西部音では2010年9月28日から埼玉県内と群馬県の一部店舗で販売していた。秩父市が2015年に制定した公認イメージキャラクターのポテクマくんは味噌ポテトを愛好する設定になっている。ABC 味噌ポテト郷土料理物語。 自宅で挑戦ふるさとの味、埼玉、味噌ポテト甘辛味付け子供の大好物。産経新聞。2021年5月17日閲覧。味噌ポテト。味噌健康づくり委員会。2019年12月17日閲覧。ABC 古くから親しまれる、秩父の家庭の味おやつ感覚の味噌ポテトから、全国ご当地グルメ。ヤフーライフマガジン父名物。 味噌ポテト、日本テレビ。2017年11月9日閲覧。AAB 読売新聞埼玉版2010年9月28日。第5回、埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦インチチブ、埼玉 B 級グルメ本舗、ポテクマ君19位長目指すゆる、キャラ GP 出場。今年で最後、毎日新聞。 https://mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20170629スラッシュ ddl スラッシュ k11 スラッシュ4 0スラッシュ08800042017年11月9日閲覧。ポテクマくんプロフィール秩父市ありがとうございます。